博物館に展示されている、スタラグ・ルフト3の模型スタラグ・ルフト3は、第二次世界大戦中に、ドイツ空軍が運営していた、捕虜収容所であり、捕虜とした敵国の空軍軍人を収容した。この収容所は、ベルリンの南東100ミリリットルの定置シレジア県、ザーガンの町の近郊にあった。この場所は、トンネル屈作による脱走が困難なことから、 選定されたが、この収容所はトンネルを使用した有名な二つの捕虜の脱走で最も知られている。この脱走は映画大脱走と木馬に描かれ、このおののの原作は元捕虜のポール・ブリック・ヒルとエリック・ウィリアムズにより表された。スタラグルフト3のフリードリヒ・ビル・ヘルム・フォン・リンダ・ビル、所長商工専用の収容所だったにもかかわらず、この収容所は、 ドイツ空軍独自の専門用語としては、オフラグよりも、スタラグとして言及された。後に収容所は拡張され、歌視官も収容するようになった。ドイツ空軍により、捕虜となった、艦隊航空隊の航空兵も、空軍として扱われ、区別はされなかった。時によっては、航空兵以外も収容された。 収容所の最初の収容区画が1942年3月21日に完成し、解消された。スタラグルフト3に最初に収容された捕虜、彼らが自称するところのクリー・ギーズは1942年4月に到着した英空軍と艦隊航空隊の将校であった。もともとは英軍の軍装用に用意された。 中央区画が1942年4月11日に完成したが、1942年末にはアメリカ軍兵員に入れ替えられた。大脱走の舞台となった、英軍航空兵用の北区画が1943年3月29日に開かれ、アメリカ人用の南区画が1943年9月に開設された。続く数ヶ月で、 かなりの数のアメリカ陸軍航空軍の捕虜が収容所に到着し始め、1944年7月には、米軍商工用の西区画が開設された。各区画は15個の平屋の小屋で構成され、おののが10フィート X12 フィートの広さの、就寝区画に15名が5つの三段ベッドに分かれて寝ていた。最終的に収容所は、面積で 60AC。 収容者は、約2500名の英空軍将校、約7500名のウソフの兵員と、約900名のその他の連合国軍の空軍将校と数名の補助将校の合計1949名になった。この捕虜収容所は、脱走が非常に困難なようにいくつかの設計上の特徴を有していた。特に脱走トンネルはいくつかの要素により計画の くわてを阻まれていた。最初に収容所のバラックの建物は、保証がいかなるトンネル掘削工事でも発見し、安いように地面から数インチ離されて建てられていた。二番目に収容所自体が、砂基地層の上に建設されており、この砂は明るい黄色であるため、何者かがこれを地面に捨てたり、あるいは衣服に付着しただけでも発見が容易であった。加えて、 緩く盤石ではないされ基地室ということは、トンネルの構造的な強度が非常に脆弱であることを意味していた。トンネル掘削の三つ目の障害は、収容所の境界線に設置された地表のすぐ下の、いかなる掘削音も探知できると期待された、地震計測用マイクロフォンであった。最初に成功した脱走は1943年10月に、東区画で発生した。 現代のトロイヤの木馬を彷彿させる手法で、捕虜たちは赤十字からの荷物の梱包に使用されていた。合板を使って、飛び箱を製作した。飛び箱の中には、人間、工具、泥の収納袋を隠せるように設計されていた。飛び箱は、毎日境界作近くの、同じ場所に持ち出され捕虜たちがその上で運動している。間に、飛び箱の中ではトンネルが掘られていた。 毎日の終業時にトンネルの入り口に木製の蓋が戻され表面に泥が被された。運動は飛び箱の本当の目的を隠蔽するためだけでなくマイクロフォンに屈作の音を探知されないように音を立て続けるためでもあった。3ヶ月間でミッシェル・コドナー・中尉エリック・ウィリアムズ・大尉とオリバー・フィルポット・大尉の3名の捕虜が一時に1名か2名で交代して ボールをシャベル代わりに使用し、金属製の棒で地表に空気穴を開けて100フィート以上のトンネルを掘り進んだ。入り口付近以外の土は地上には持ち出されなかった。1943年10月29日の夜に、コドナー、ウィリアムズとフィルポットは脱走を実行した。ウィリアムズとコドナーはシュテッティンの港にたどり着き、 デンマーク線に乗り込み最終的に英国に帰還した。ノルウェー人のマーガリン製造者を装ったフィルポットはダンツヒ,ヒまでの列車に乗ることができ、そこからストックホルム行きのスウェーデン線に乗り込み、その後英国に送還された。長い間、大脱走の影に隠されていたこの脱走は、ウィリアムズの著書、グーンイン・ザ・ブロックとフィルポットのストールン・ンジャーニーに記録され、 1950年の映画、木馬になった。A 赤十字社から捕虜宛ての小包み通常の健康な、活動をしない人に推奨されるツ日の摂取する、食べ物は2150キロカロリーである。スタラグ、ルフト3は、疲労度のドイツ人の民間人用に規定されているツ日あたり1928キロカロリーの量食を支給し、残りは、 えー、赤十字社からの小包みと捕虜の家族から送られてくる品々で補填していたほとんどの収容所では監修として赤十字社からと個人宛ての小包みは一旦集められ個々人に平等に分配された収容所にはーダ子と呼ばれる公式の内部での交換制度もあり捕虜たちはどのような配給品でもポイントで売ることができそのポイントは 他のもので使用することができた。ドイツ側は捕虜の商工に給与と同等額を収容所内通貨で支給し、ドイツ側の監督下で製造を許可されたものであれば購入することができた。3ヶ月ごとに販売するために手法で弱いビールを作ることが許可された。貸し館はいかなる給与も支給されず、収容所では商工が自身の給与の一、 3を、貸し官が使用するために供出することが慣例となっていたが、スタラグルフト3では、ラガーゲルトの全額が、共同利用のために徴収された。A 政府は、捕虜の軍人給与から収容所内給与を差し引く、方針であったため、その他の収容所では共同利用徴収はされなかった。それにより、スタラグルフト3の英軍の主婦の売上の多くは、 米軍にニ商工によるものであった。スタラグ、ルフト3は、ドイツ国内の、どの捕虜収書よりも充実したリクリエーション活動が、組織されていた。各区画には運動場とバレーボールのコートが、付属しており、捕虜たちは、バスケットボール、ソフトボール、ボクシング、タッチフットボール、バレーボール、卓球やフェンシングといったものに参加し、そのほとんどで、リーグが組まれていた。 消化用に貯水されている 20X22X5 のプールは、場合によっては、泳ぐことができた。多くの捕虜たちが語学、工学や法律といった資格を取るために利用できる、学校設備を持つかなりの規模の図書館があった。試験は赤十字社により差し入れられ、収容所内の捕虜の中で大学のマスターといった、教員がこれを監督した。捕虜たちは、劇場も建て、 各州で、ウエストエンドでかけられている最新の劇を高い、完成度で再現していた。捕虜たちは収容所の放送設備を使用して、クルジー曲と名付けて、ニュースと音楽を、ラジオで放送し、週4回発行される、サーキットと、クリーギータイムズという2種類の新聞を発行した。工作員の浸透を防ぐために収容所へ入る、心理は、心理に、 見覚えがある収容所内の捕虜2名による身元の裏付けが必要とされた。この裏付けが取れない新入りは厳しい尋問を受け潔白と思われるまで常時ついて回る当番捕虜が割り当てられた。この方法により幾人かの工作員が発見され、ルフト3で工作員が発見されなかった事例はなかった。ドイツの保証はグンズと呼ばれたが、保証自身は 言外の意味が分からず言葉の意味が、ジャーマンオフィサーをあのんコむと説明されると、喜んでこのあだ名を受け入れた。保証は、どこに行こうとも捕虜について回られ、これにより、保証の居場所を、他の捕虜に警告する綿密なシステムが構築されており、保証の動きは、捕虜の登板証拠が持つ、記録簿に細かに記録された。捕虜が、登板パイロットと呼ぶ、このシステムを、 ドイツ側は効果的に止めさせることができず黙認していたが、ある時この記録簿は、フォンリンダイナー所長が、こっそりと数時間早く任務を早引けした2名の、保証の処分をするために使用された。収容所に勤務する800名のドイツ空軍の保証は、主に戦闘任務には適しない、高年齢と長期の任務から帰還、または、戦勝から回復した若者により構成されていた。 保障がドイツ空軍の人員であったタメルフト3の捕虜はドイツ国内の他の収容所の捕虜が受けたと思われるものよりも格段に良い取り扱いをされた。戦前は歴史、地理学、民族学の教授で英語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語を含む数カ国語が話せた副収容所長のグスタフ・ジモライトは1943年初めに ザーガンに転属となると連合国軍の航空兵に同情を示し、戦争捕虜に対して軍令を示すことを禁じた命令を無視して、ルフト3の捕虜の葬儀を最大の軍隊儀礼をもって執り行い、この中の一人にはユダヤ人の航空兵も含まれていた。1945年1月27日真夜中の直前にソ連軍兵士の接近に伴い捕虜は、 最終目的地のシュプレンベルクに向け収容所から更新させられた。34マイルを更新した後に捕虜はバーとムスカウに到着し、シュプレンベルクまでの残り16マイルの更新の前に30時間の休息を取った。1月31日に南区画と200名の西区画からの捕虜が列車でモースブルクのスタラグ 7A へ送られ、2月7日には、 中央区画の捕虜がこれに続いた。シュプレンベルクにいた北区画、東区画と残りの西区画の捕虜は2月2日に、ニュルンベルクのスタラグ 8D へ移送された。米軍が接近してきた4月13日に、スタラグ 8D の米軍兵士は、スタラグ 7A へ更新させられた。4月20日に、捕虜の大部分は、スタラグ 7A に到着したが、その一方で、 多くの捕虜が途中で脱走し、ドイツ側の保証もこれを止めようとはしなかった。4月29日に、米第14師団が、スタラグ 7A を解放した。スタラグルフト3には著名な軍人たちが収容されていた。ニュージーランド空軍のフィルラマソン少佐は、当初ブッハヘンバルト強制収容所でも収容されていた168名の、 連合国軍航空兵員の専任士官であった。スタラグルフト3で7ヶ月以上を過ごした、チャールズ・サンドマン・ジュニアは、入所時に 190LBP あった体重が、出所時には 125LBP になっていた。サンドマンは、日記に厳しい冬と、米赤十字社から送られてきた食料の確保に、苦労したことを記している。 北アフリカで、米第319爆撃隊の指揮官だった。デイビッド・ジョーンズは、2年半の間スタラグルフト3に、収容されていた。ジョーンズの伝記によると彼は、ハリー・トンネルの屈作の期間これを指揮していた。1942年初めにジョーンズは、1941年12月の、シンジワン攻撃とその後のアメリカ本土砲撃の、 報復として実施された同リットル空襲に参加していた。航空主君十字章を受賞したウソフのローバート・ポリッチシニアは、後に2008年のミネソタグレーテストジェネレーションの短編映画祭に参加した短編映画、レッドリーダー、オンファイアに取り上げられた。ヘラジカミラーとあだ名されるカナダ人のゴードンミラー隊は、ドイツ軍の重厚家で1日の屈作部の土を、 隠した飛び箱をつまずきもせず毎日出し入れするのを手伝った。ミラーは破損したビッカースウェリントン機を飛行中に修理し、搭乗員を無事にパラシュート脱出させたうで航空主君十字章を受賞した。カナダ空軍のジョージ・ハーシュ隊は大伐装の実行委員会の一員で収容所の保安将校であり、 脱走の少し前にスタラグ A と C に移送された19名の容疑者の中の一人であった。1910年にジョージア州の裕福で著名な一家に生まれたハーシュは医学生時代の1929年に行商人を快楽殺人したことを告白して終身刑を宣告された。彼は緊急の中水切除術を行って囚人仲間の命を救ったことにより、 ジョージア州知事の友人タルマッジは1940年11月にハーシュの仮釈放を認め、最後には完全に赦免された。その後ハーシュはビブジュシュとしてカナダ空軍に入隊し、1942年に撃墜された後でスタラグルフト3に送られた。1971年に彼は自伝を出版し、これはドイツ語とロシア語に翻訳された。 スタラグルフト3の収容者の中には芸能界で著名な経歴をたどった者もいた。英国の俳優ルパート・デイビスは収容所内の劇場で上演された作品で多くの役を演じた。彼が演じた最も有名な役は BBC で1960年から1963年にかけて52話が放映されたメグレ警部シリーズのメグレと映画。 寒い国から来た、スパイでのジョージ・スマイリー役であろう。俳優のピーター・バターワースと作家のタルボット・ロズウェルは、収容された、スタラグルフト3で友人となり、後に、映画、キャリーオンで共に仕事をした。英霊ガイアナ生まれで歌手のサイ・グラントは、英空軍で大尉で2年間の捕虜生活を送ったが、その中には、スタラグルフト3に収容されていた機関が、含まれていた。 戦後に、グラントは、法廷弁護士の資格を取得したが、歌手、俳優、作家になった。グラントは、英国のテレビで、初の黒人の常連出演者となり、BBC の番組、トゥナイトで南国のカリプソを歌っていた。米国で、最初の著名な天気予報士となったウアリーキーナンも、この収容所にいた。スタラグルフト3には、 政治の世界で頭角を表した捕虜もいた。3年以上捕虜だったジャスティン・オバーンは34歳でタスマニア州選出のオーストラリア元老院議員となり元老院議長を務めた。作家で政治学を教えるバージル・チャブ博士はドイツ上空で撃墜されてから15ヶ月をこの収容所で過ごした。ウェールズの保守党議員とエドワード・ヒス政権で 閣僚を務める政治家の経歴を経た後にトーマス卿となったピーター・トーマスはスタラグルフト3を含め4年間の捕虜生活を送った。歴史の記録という点で重要なことはオーストラリア人ジャーナリストのポール・ブリック・ヒルが1943年から解放されるまでの間スタラグルフト3に収容されていたことであった。1950年にブリック・ヒルは初めて 大伐走に関する包括的なものを書き、これは後に有名な映画となった。続いて映画、殴り込み戦闘機体で描かれたダグラス・ベーダーの電気屋第617ダムバスター飛行隊の活躍に関する本を表した。エーベルダムの爆撃を成功させた。 ダムバスターの一員であった、英空軍のレーグレーソン隊も1943年から1945年まで、スタラグルフト3に収容されていた。1943年春に、英空軍のロジャーブッシェル少佐は、収容所からの大規模な脱走計画を考案し、それは1944年3月24日から25日の夜に実行された。ブッシェルは、 英軍の航空兵が収容されていた帰宅閣を統括しており、脱走委員会を指揮して収容所の弱点と脱走機会を探ることに傾注していた。計画を表明すべきという法律家である立場に基づいて、ブッシェルは脱走委員会を召集した。ブッシェルは、その計画の規模で出席者を驚かせ、一人数とに脱走のためにあらゆる力を注入するという。 熱い決意を吹き込んだ。彼は力強く語った。この部屋にいる、誰もが借りてきた時間を過ごしている。本来なら我々全員は死ぬべきだったのだ。神が我々に、この余分な時間を生きながらえさせてくれているのは、ドイツ野郎に生き地獄を味わわせてやるためだ。帰宅核では脱走用の主トンネルの掘作に注力している。個別に企画されたトンネルは許されない。 三本のクソ深くクソ長いトンネル、トム、ディック、ハリーを掘るのだ。どれかは成功する。もし、ドイツ側にこの中の一本が見つかっても保証は他に二本が同時進行しているとは思いもよらないであろうことから、これらのトンネルを同時に並行して掘ることには利点があった。この計画の最も革新的な側面は単に、掘削の規模ではなく、 ブッシェルがこれらのトンネルで脱走させようとしていた人員の数であった。これまで計画されたどの脱走計画でも1ダースか、せいぜい20名ほどであったが、ブッシェルが考えていたのは200名を超える数で、全員が民間人の服装で、あらゆる偽造書類や逃走に必要な道具を持つことになっていた。これは前例のない企てであり、前代未聞の組織力が必要とされた。 大脱走の立案者であるロジャー・ブッシェルは一匿名称のビッグ・ウェックスを受け継いだ。トンネル・トムはある建物の大広間の暗い角から掘り始められ、ディックの入り口は洗濯場の一つの排水ダメに巧妙に隠された。ハリーの入り口はストーブの下に隠された。600名以上の捕虜がトンネル掘削に関与した。地震計測用。 マイクロフォンによる探知を防ぐためにトンネルはかなり深い、地表から約30フィート下に掘られた。このトンネルは非常に小さなものでわずかにフィート四方しかなかったが、各トンネルには空気ポンプの収納場、作業場と中継地点として大きな空間が掘られた。トンネルの砂礫室の壁面は収容所中から集められたキータで補強された。 キータの主要な供給元は、捕虜のベッドであり、当初一生のベッドは20枚の底板でマットレスを支えていたが、脱走の実行時にはわずか8枚ほどが残されて、いるだけとなっていた。木製の家具からも、数多くのキータが集められた。ハリーの終点、ハリートンネルの終点の出口が、いかに収容所の柵に近いかを示している。ハリー、ハリーの入り口。 建物の壁の跡が示されている。その他にも様々なものが集められた。その一つが、赤十字社から捕虜宛てに支給された元々は、粉ミルクが入っていたブリキ製のクリーム缶であった。缶の金属は、様々な種類の工具やシャベル、ろうそく立てのようなものに仕立て上げられた。ろうそくは収容所で出される、スープの表面に浮いた脂肪をこし、 小さなブリキ容器に入れて作り、ろうそくの芯には古く擦り切れた布地を利用した。しかし、クリムンの主要な用途は三つのトンネルすべてで、広範囲に設けられた、換気用ダクトへの利用であった。トンネルが長くなるにつれ、作業を容易かつ安全に行えるように数多くの技術発明がなされた。ある重要な課題は、掘削作業者が呼吸し、 その透過を灯し続けるだけの十分な酸素を送り込むことであった。第37飛行隊のボブネルソン少佐の発明によるダクトを通じて新鮮な空気をトンネル内に送り込むポンプが製作された。ポンプの製作にはベッドの主要部材、ホッケースティックや雑能といった奇妙な品がクリム缶と共に使用されていた。後には電灯が設置され、 電気は収容所の送電系統から拝借していた。掘削作業者は、より迅速に土砂を運べるように小型のトロッコもトンネル内に備え付けた。このトロッコは、12ヶ月間におよそ140立方メートルの土砂を運び出す重要な要素であり、掘削作業者が掘削現場に到着するまでの時間を短縮することにもなった。 捕虜は三本のトンネル分の土砂を捨てる必要があった。土砂を捨てるために取られた通常の方法はそっと地面に撒き散らすだけであった。古い靴下で作られた小さな袋が捕虜のズボンの内側に取り付けられていた。捕虜は歩きながら土砂を地面に撒き散らし、時には収容所内で栽培を許可された小さな菜園に捨てた。 二人の捕虜が普通に会話をしながら一人が地表を掘り返し、もう一人が土砂を捨てた。捕虜は土砂入りの靴下でできる膨らみを隠すために街灯を着ており、その様子が動物を思い起こさせるため、ペンギンと呼ばれた。二万五千回に上ると思われる土砂捨て散歩のために二百名以上の捕虜が募集された。ドイツ側は何か重要な事態が進行していることに、 気づいていたが、トンネルを発見しようというすべての試みは失敗した。脱走計画を諦めさせる試みも行われ、計画に関わっている容疑の強い上位19名が予告なしにスタラグ A と C へ移送された。しかし、この中でトンネル掘削に深く関与していたのはわずか6名であった。ドイツ側がこの手法で土砂を捨てる捕虜を非常に的確に、 見逃さないようになってきたため、最終的に捕虜はこれ以上同様の方法で土砂を捨てることはできないと感じていた。リックの出口になる予定の地点に収容所の拡張部分が建てられるとこのトンネルを埋め戻す作業が始められた。埋め戻しに使われた土は他の二つのトンネルから出た土砂である。このため土砂の問題はしばらくの間は起こらなかった。トンネルの入り口は 非常に巧妙に隠されていたため、ディックは、地図、切手、偽造の旅行許可証、コンパスやドイツ軍の制服や、民間人の背広といった、衣類等の様々な種類のものを収納する倉庫にも、使用された。驚くべきことに、幾名かの有効的な保証が、列車の時刻表、地図や偽造するのに必要な多量の公式書類の、入手に協力した。 最初から民間人の服だったものの何着かは、タバコ、コーヒー、チョコレートを賄賂に使いドイツ人スタッフから入手した。これらの品は、脱走した捕虜がより容易に収容所から立ち去ることに使用された。後に、捕虜は土砂を隠す場所に不足をきたし、雪が積もると土砂を地面に撒き散らすことはできなくなった。劇場の座席の下には巨大な、 囲われた空間があったが、劇場は捕虜の教順先生のもとに提供された道具や資材を使用して建てられており、教順先生は不可侵のものと考えられていた。内部で法的助言が求められ、サブは劇場自体は教順先生に拘束されないという判断を下した。13番の座席が開閉式にされ、土砂の問題は解決した。 戦争が進行するにつれ、ドイツの捕虜収容所には、米兵捕虜の数が圧倒し始めた。ドイツ側は、米軍航空兵専用の新しい捕虜収容所を建設することを決めた。米兵捕虜を含む、なるべく多くのものを脱走させるために残された日本のトンネル掘削へ力が注がれたが、この急激な活発化が、保証の注意を引き百四十三年九月に、 トムの入り口がこの収容所で発見された98番目のトンネルとなった。森に隠れてペンギンを監視していた保証がトムのあるバラックから土砂が運び出されることに気がついたのであった。ハリーの作業は中止され1944年1月まで再開されなかった。なお発見された時期を同じくしてロジャー・ブッシェル調査発案のもと。 鉄上網を切りによる、単独の脱走が25名ほどにより試みられたが、鉄上網を切る時に見つかる、通したため成功することはなかった。ハリーは1944年3月に完成したが、幾人かが、トンネル、トムの掘削作業に従事していた、米軍捕虜が7ヶ月早くもう一つの区画に移された。大脱走に参加した米軍の戦争捕虜は、 実際には一人もいなかった。公天が成功の大きな要因であるため事前に、この脱走は夏に決行されるように計画されていたが、1944年初めに、ケシュタポが収容所を訪れ、脱走予防措置の強化を命じたためブッシェルはトンネルが完成し、次第早急に脱走するように命じた。トンネル掘削に参加した600名の捕虜のうち200名の実が、 脱走できる予定であった。捕虜は二つのグループに分けられ、常習犯と呼ばれる最初の100名のグループは偽の身分を保証され、この中にはドイツ語を流暢に話せる者や脱走経験者が含まれていた。加えてこの中の70名はトンネル掘削に最も貢献したと考えられるものであった。二番目のグループの100名は成功の見込みはほとんどなく、 参加を決めるためにはくじを引かねばならなかった。ハードアーサーズと呼ばれたこれらの捕虜はドイツ語をほとんど、または全く話せず、最小限の偽造証明書や道具しか身につけていない、ため夜間に移動する必要があった。捕虜は、漆黒の闇に紛れて、立ちされるように月の出ない夜になるまで一週間、待たねばならなかった。ついに3月24日の金曜日に、 脱走計画は開始され、夜の訪れと共に脱走者は、トンネルのある、第104号バラックに移ってきた。捕虜にとり不運なことに、ハリーの隠し扉が凍りついていることがわかり、ドアを開けるために1時間半の遅れが生じた。さらに大きな妨げは、トンネルの長さが想定よりも短い距離で終わっている、ことであった。 計画ではトンネルは森のすぐそばまで伸びているはずであったが、午後10時30分に最初の捕虜は木の茂りよりも手前の監視塔に近い場所で地上に出た。気温は氷点下で地面には雪が積もっており、捕虜が隠れるために張った後には黒い跡が残った。保証を避けるために計画された1分おきに1人の脱走のペースは落とされ1時間あたりに10人強とされた。 100番以降の番号を割り当てられた捕虜は夜明け前に脱走できそうになかったので戻されることになった。各々のバラックに戻ろうとするところを発見されるかもしれないので戻る捕虜は自身の制服に着替えてからしばらく睡眠をとった。その後空襲により収容所の照明が落とされさらに脱走のペースが鈍った。午前1時頃に トンネル内で崩落が起こったが修復された。これらの問題にもかかわらず76名がトンネルを、這い抜け、とりあえずの自由を得た。3月25日の午前4時55分、ついに77人目がトンネルから出てくるところを、保証の一人に発見された。森の中にいた捕虜は駆け出したが、森の端までたどり着いたばかりのビクトリア十字章受者の、レオナルド・トレント少佐は、 立ち上がり投稿した。トンネルの入り口がどこかわからない保証は、バラックの捜索を始めたが、これで、捕虜は、偽造書類を、焼却処分する時間ができた。第104号バラックは最後に捜索されたバラックの、一つであり、保証は犬を連れていたにもかかわらず、トンネルの入り口を発見できなかった。最後に、保証のシャルリピルツが、出口からトンネルを遡ったが、 反対側の橋で閉じ込められてしまった。ピルズは助けを求め始め、捕虜は入り口を開けて助け出してやった。ついに入り口が判明した。脱走者が直面した当初の問題は、彼らのほとんどが昼間になって駅が歩行者用地下トンネルの側壁の奥まったところにあることがわかるまで列車の駅を発見することができなかったことであった。その結果、彼らの多くは、 夜行列車に乗り損ない、徒歩での移動か、昼間に、プラットフォームで列車を待つかのどちらかに決めざるを得なかった。もう一つの予期せぬ問題は、この3月が、この30年間で最も寒さを記録したことで、雪は5フィートの深さに積もり、脱走者は、森や原野に身を隠すことができずに道路を使うしかなかった。脱走の後でドイツ側は収容所の総点検を行い、 作戦がいかに広範囲な規模で行われたかを悟った。4000枚のベッド用床板がなくなり、同様に紛失したものの明細は90章の2段ベッド、635個のマットレス、192枚のベッドカバー、161枚の枕カバー、52択の20名用、テーブル、10択の1人用、テーブル、34脚の椅子。 76脚のベンチ、1212 12枚のベッド用補強材、1370枚の当て千1219丁のナイフ、478個のスプーン、582個のフォーク、69個のランプ、246個の水筒、30個のシャベル、1000フィート分の電線、600フィート分の縄、3424枚のタオルであった。 1700枚の毛布が1400個以上のクリーム缶と共に使用されていた。ドイツ人作業員がいない間に放置されていた、電線が盗まれていたが、盗難の報告はされていなかった。この作業員たちはゲシタポにより処刑された。脱走事件以後一生のベッドにつきわずか9枚の、底板しか支給されず、これも保証により定期的に点検された。 76名の脱走者のうち73名が逮捕された。当初、ヒトラーは、見せしめとして脱走者だけでなく、フォンリンダイナー所長、収容所を設計した、建築家、脱走時に任務についていた、収容所の保安証拠と保証も重殺に処することを望んでいた。ヘルマン・ゲーリング、書いてる原水、ベストホフ少将と戦争捕虜に対する責任を、 追う部門の長であるフォン・グラ・フェニッツ少将の全員が、ジュネーブ条約違反となるような処刑に反対した。最終的にヒトラーは気持ちを収めて、代わりに、ヒムラーに脱走者の半数以上を処刑するように、命令した。ヒムラーは、人選を、アルトゥール・ネーベ将軍に任せ、ネーベはまず、ポーランド人と東欧の脱走者全員を選んでから、残りを無作為に選び出したらしい。 50名の脱走者が単独か2名単位で処刑された。残り23名の脱走者が、その他の収容所に送られる前に、捕虜のボブ・ネルソンは、同性のネルソン帝徳との遠赤関係を、信じたらしいゲスタポにより他の捕虜とは別にされ、友人のディック・チャーチルも、おそらく同様の理由により別にされた。17名が、スタラグルフトスリーに戻され、4名は、 ザクセンハウゼン強制収容所に送られた。ザクセンハウゼンの4名は3ヶ月後に、再び、トンネルを掘って脱走したが、数週間で再逮捕され、連れ戻された。2名は、コルディッツの、オフラグ 4C に送られた。脱走した将校の完全一覧脱走成功者、ベリースランドとミューラーがまずボートで、中立国のスウェーデンへ脱出し、バンデルストックはフランスを抜けて、 スペインの英国領事館に保護を求めた。ザーガンへ向かう途上にある亡き、50名の記念日、ケシタポが脱走の捜査を行ったが、脱走に関する、めぼしい、新たな情報は見つからなかった。収容所長のフォンリンダイナーは解任され、軍法会議にかけられるところであった。精神疾患を装い習週間を回避した、フォンリンダイナーは、 不評部隊の副司令官を務めていた時に、ベルリンに向け進軍してくるソ連軍との戦いで負傷した。終戦時に、フォンリンダイナーは、英軍部隊に投降し、2年間、ロンドン監獄として知られる、英国の刑務所に収監された。英国の支部が50名の脱走者の処刑に関する調査を行った時に、フォンリンダイナーは、証言を行った。もともと、 ゲーリングの参謀の一人であったフォンリンダイナーは、退役申請が認可されなかった後ザーガンの収容所長に任命されていた。捕虜の取り扱いに関するジュネーブ条約を遵守した、フォンリンダイナーは、捕虜の上級将校から尊敬を受けていた。フォンリンダイナーは1947年に釈放され、1963年に82歳で死去した。 1944年4月6日に新しい収容所長のエリヒ・コルテス中佐は41名の脱走者が逮捕に抵抗して射殺されたというドイツ軍最高司令部からの公式な連絡を受け取った旨を英軍捕虜の専任将校に通知した後にコルテスはフランツ・ブラウネ大佐と交代したブラウネはそれほど多くの脱走者が殺されたことにひどく ショックを受け、収容所に残っていた捕虜に、慰霊費を混流することを許可し、ブラウネー自身も寄付をした。慰霊費は、現在もそこにある。銃殺された捕虜を選別した人物であると、信じられているアルトゥール・ネーベは、後に7月20日のヒトラー暗殺計画への関与により処刑された。英国政府は脱走者死亡の件を5月に、 利益保護国として、スイス当局が行った、収容所への定期訪問で知り、外務大臣のアンソニー・イーデンは1944年5月19日に、庶民人にこの知らせを発表した。この発表後間もなく、収容所で英軍の専任将校であった、ハーバート・マッセイ大佐が健康上の理由で、英国に送還されてきた。帰国するとマッセイは脱走の状況と逮捕された。 脱走者の処刑の真相を政府に報告した。6月23日にイーデンは議会に戦争が終結したら、この苦団の責任者に今しめの裁きを行うことを確約した。戦争が終わると、英空軍の調査局により大々的な犯人検挙が行われた。米軍大佐のテルフォード・テイラーは、 ニュルンベルク裁判の国防軍最高司令部裁判で、米側の検察官であった。この裁判では、陸軍総司令部と国防軍最高司令部が犯罪者集団として、訴追され、その証人は生き残った数人のドイツ軍の元帥と、その参謀たちであった。訴追された犯罪の一つがザーガンの50名の処刑の、件であった。国家元帥ヘルマンゲーリングの参謀であった。 ドイツ空軍のベルント・フォン・ブラウヒッチュ大佐は、この処刑に関して、ホレース・ハーン大尉に尋問された。脱走者の処刑に関与した、数名のゲシュタポ将校が、死刑に処され、投獄された。ありがとうございます。